はい、皆さんこんばんは。本日なんですけれども、いつもですねディーラーでお世話になっております、私の担当の方、今日もですね運転手を務めていただきまして本当にいつもありがとうございます。で今日はですね車のインプレッションいつもさせていただいてるんですけれども、やはりミニバンということで後席のインプレッションというのが非常に重要になるかと思いますので、今回は私はトヨタノアボクシーの90系のオーナーでいつも車に乗ってますので、その観点で今回はこちらのベルファイアの40系のハイブリッドの Z プレミアの後席の比較インプレッションしていきたいと思います。でまず目に飛んでくるところなんですが、こちらの後席ディスプレイですね。これ賛否両論あると思うんですけれども、営業の方はあんまりこの辺突っ込まれてないっていうのもあるんですけれども、まあなかなか言えないところもあるとは思うんですが、これねかなり賛否両論あると思いますね。有機 EL じゃなくなってるっていうところとか、あとは14インチから 13.2 インチに下がってしまっているということもありまして、これね純正で、まあ、とりあえずつけてらっしゃる方多いと思うんですけれども、やはり車外に変えたいよねとか、あとはまあノアボクシングのやつをね流用してつけれないとか、いろいろね考え方があると思うんですよね。で私見た時はね正直ちょっとこれねがっかりしたなっていうところではあるんですけれども、まあ、このような形でですね 13.2 インチのディスプレイが搭載されている。でノアボクシングに関しては14インチということで、さらに大きくなっていて有機 EL ディスプレイになっているということなので、画質としてはノアボクシーが高いよということです。ちなみにこれ今後ろなんですけれど、これテレビではなくて先ほど紹介したポーミドの AI ボックスを使ってネットで後ろも表示しているということになります。でこれのいいところなんですけれども、何と言いましても走行中でもテレビキャンセラーをせずともネットが見れてしまうということになります。通常ですとねテレビキャンセラーしなきゃいけないですし、テレビキャンセラーをしてしまうと純正のナビが使えなくなるということもありますので、キャンセルオンオフをしないといけないといった状況があるんですけれども、これはもうそういったことを一切することなくて、純正ナビもそのまま使いながらこういった形でストリーミング再生ができるっていうところがすごく使い勝手として大きなポイントになります。で今このようにですね、なんかスマートに AI ボックス設置できないかなっていうことでちょっと考えたんですけど、ここに最初落ちたんですね。で、これ面ここに置いて、かつ HDMI の接続ケーブルですね、置かなければならなかった、接続しなければならなかったっていうのがあるんですけれども、今車止まってるんでベルト外しますけど、車止まってるんでベルト外すんですけど、こういう風につけてます。でこのケーブルが結構太いんですよね。だからこういったアルファードみたいな見た目がすごくいい車なのに太いケーブルが出ちゃってると、ちょっとねスマートな繋ぎ方ではないねっていうところがあったりするんで、置き方はちょっと考えなきゃいけないところはあるんですが、まあ、今回こういう形でつけてます。でここのケーブルがね今度また目立っちゃうところがあるんですけれども、ひとまずこういった形で取り付けをしています。はい、それからですね、やはり何と言いましてもこの2列目の装備ですね。で今私2列目座らせていただいていて、今後部座席一番後ろにしている状態なんですけど、まあ足を伸ばして、まあかかとを伸ばしてやっと当たるかなっていう感じの広さになっているので、まあこれはですね、ノアボクシーも基本的には一番後ろまで下げると大体このぐらいの広さっていうのは確保できるわけなんですけれども、後ほど紹介するんですが、ノアボクシーとの違い、決定的な違いっていうのが3列目にありますので、後ほどご紹介をしていきたいなと思います。やはりですね、この音ですね、車内のこの騒音っていうのは、やはり最初ですね、運転させていただいた時は、そんな変わんないかなっていうイメージがあったんですが、やっぱですね、実際乗ってみるとね、全然違いますね。乗り味も非常にしっとりとして滑らかな状況ですし、明らかにノアボクシーと比べてしまうと振動が少ない。だから路面のザラつきみたいなものが全く車内に伝わってこないっていうのが、ありますよね。だからクラウンのそれとは変わらないっていうことをインプレッションしたんですけれども、実際またこうやって今2回目なんですけど乗せてもらうとですね、すごく滑らかに走ってるなっていう印象を非常に受けるということになっていて、ちょっとクラウンに近い乗り味が
まあ、2列目に関してですね、非常にあるなということをすごく受けています。だからこれ乗せてもらった人にとってはね、すごくこう嬉しい車になり得る存在なのかなという気が非常にしますね。あとはですね、こちらですね、ノアボックスにはついてない機能にはなりますけれども、こちらにエアコンの吹き出し口がついている、それからイルミネーションもこういった形でついているということになっているので、少しこう飛行機ですね、なんか国際線に乗ってるかのような、まあ、そんな感じのですね、イメージも非常にあるということですね。今ここ触りましたけども、ここのパーテーションですね、ここが開け閉めが電動でできるようになっているということですね。まあ、この辺は以前もですね、アルファードでもご紹介したんですけれども、まあ、このようにですね、片側だけこのルーフシェードを開けることもできるので、明るさというのもしっかりと確保ができると。で、今ちょうど夕方なんでね、少しこう暗めな感じだったんですけど、やっぱり開けるとね、非常に明るいですよね。開放感があって非常に明るくて、またノアボクシーの車内とは全くね違った雰囲気で車内が楽しめるという感じなので、いやこれね、乗せてもらう人にとってはね、すごいいい車ですね。本当にね、乗る方もすごく楽しいんですけどね。あとこの辺ですね、これハイブリッドなんで、ここ AC100V の 1500W 電源のコンセントがついています。ノアボクの場合ですと後ろについてる、あと前ももちろんこの辺についてましたね。ノアボクシーの方がね、ついているということですね。あとここのところなんですけども、小物入れが入ってる。僕はこんなでかい小物入れというのはついてない。あとやはりここですね、このシート自体の調整がねできるというところで、後ろに座ってる人にこうちょっと狭いよねと思ったら、こうやって調整ができるっていうところなんかはすごく使い勝手としてはいいですし、まあ、ノアボクにもですね、欲しい装備かなっていうところはね、すごく感じるところではありますよね。はい。で、今、チャリンチャリンチャリンってなってるんですけど、これベルトなんですけど、ベルトを外しちゃうとこうなりますんで、で、今、ベルトを締めたらまた戻るということですね。で、以前ノアボクでもね、同じことやってて、違う、ベルト外して、違う席でベルトをし直しても、チャイムが止まらないっていうこともあったんですけれども、まあそちらもちょっとね、試してみようかなとは思います。はい。で、あとは何と言いましてもですね、こちらですね。ここ。やっぱりこの車のハイライトとしてはですね、シートベンチレーションですよね。ノアボクにはそれがね、ついてないっていうこともありますから、ここはね、やはりいい装備ですよね。やっぱりレザーの車なので、パンチングを使ってですね、このシートベンチレーション。で、なおかつ、これね、オートもね、できるんですよね。どうするんだろう。両方性オートになるのかな。ちょっとやり方がわからないんですけど、こんな感じで。で、このオットマン自体も、自動で、動かすことができる。で、やっぱね、このオットマン自体はですね、やはりこの自動がいいですね。ノアボクシー手動なんですけど、やっぱり、このオットマンがあるとですね、このスペースって結構ね、邪魔になっちゃうんですよね。で、手動にしますとですね、また戻すのが結構ね、面倒なんですよね。だからあんまりこう、結果的には手動のオットマン使わないっていうことが多いんですけど、これ、オートでしたらね、こうやって座ってる状態で、このオットマンね、畳めることができるので、やっぱりね、オットマンはね、こう手動の方がね、すごくいいかなと思います。ちょっとね、汚らしい足で申し訳ないんですけども、まあこんな感じですね。で、まあもちろんこれ、リクライニングも自動になっているということで、まあ、ここがね、やっぱりアルファードだからこそついている装備だということで、非常に差別化が図られているポイントかなと思います。で、こちらの方に関してはカップホルダーがついていたりとか、あとは足元にもこちら、USB-C ですね。やっぱりここについてるっていうのがいいですよね。新幹線とかもこういった感じでついていますし、からここにテーブルがついているということで、これもすごく使いやすいと思います。ここは物を置くだけなので、飲み物自体はあくまでもここに置きましょうと、まあ、いうことになりますね。はい、はい、じゃあちょっとですね、次今度左に行ってみたいと思います。で、この状態で乗り降りをするとまたチャイムが鳴る可能性っていうのがあるのかな。一応まあ止まったんで大丈夫だと思うんですけど、この状態ですね。
はい、今ちょうど2列目に左ですね座ったんですけど、今ベルトしてないのでチャリン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 うるさいんですけども、ベルトをしてみたいと思います。あ、で、そう、これがそうなんですよ。で、今もともとこっちに私座ってたんですけれども、で、さっき止まってたんですね車で、外して左に座り変わってベルトをしても鳴り続けるということっていうのがノアボクシーでもあったんですけど、やっぱりねこの車でもねありますね。で、これどうしたらいいかというとですね、これここをですね、はい、パチンってやるしかないですよね、方法として。だからこういったシチュエーションってあると思うんですよね、乗り換える時って。これだけ広い車なので、だからちょっとそういったところはですね見直しができるといいですよね。はい、でこっち左側ですとね、まあ、こういったショーガードリブン系に近い車っていうのは、これ左側に座る左側に偉い人がね、まあ、普通ですと運転手さんの後ろに座るっていうのがもちろん、VIP の席だったりするんですが、こう左でしたらねこのようにボタンがついてるので、もうちょっと前に やりたいといった場合なんかは後ろでも操作ができるということですね。まあ、こういったところなんかも非常にアルファードならではの非常に長けてる機能になってるかなと思います。で、次3列目にねちょっと行ってみたいと思うんですけれども、またこれ乗り換えるとですね、ピロンピロンピロンってチャイムが鳴りっぱなしの状態になってしまいますけれども、まあベルトですね一回外しますね。もちろんこれ鳴るんですけど、でこれ鳴っちゃうんですよね。だからねこうするしかないんですよ。で、後ろにもし行きたいんだったら後ろに行かなきゃいけないと。まあ、よく子供さんね、大人がやっちゃいけないんですけどね、子供さんですとねやったりする場合があると思うんですけど、まあ後ろで、これ今シート自体は真後ろにしてるんですけど、ノアボクと大きな違いっていうのはね、決定的に違うところっていうのはね、後ろがこれ一番後ろにこの2列目のシット後ろにしてるんですけれども、それでもすぐに3列目に座れるってことなんですよ。ノアボクシーですとね、残念ながらですね、あれ一応ミニバンで7人乗りのミニバンなんですけれども、3列目はもう補助席ですね、完全に。このロングス2列目をロングスライドにしても3列目っていうのは座れなくなってしまうので、そこがやはりノアボクシーとアルファードとの違いで、3列目もしっかりと使いたいという方にとってはやはりアルファードが一番ベストかなっていうところで、私もノアボクシー乗ってますけれども、やっぱねそこがね決定的に違うところだなっていうことをね、やっぱすごく感じるところですね。で、このように3列目もですね、しっかりとこのパーですね。で、今3列目はですねシートベルトしてないんですけれども、音鳴らないですね、3列目に関しては。だからおそらくこのロードセルっていうんですかね、荷重を検知するとベルトしなさいよっていうアラームが鳴ると思うんですけど、3列目のシートっていうのはもちろんついてないのかな。ノアボクシーの場合ですとね、3列目もですね座るとですね、座ってベルトしなかったら警告鳴るんですけれど、これはね鳴らないのかな。まあ、たまたま今鳴ってないのからなのかもしれないですけれども、あとこのように決定的に違うところですね。ここですよね。ちゃんとこのアームレストも3列目にもしっかりとついてて、かつ、後ろも3人乗りだっていうことですよね。あともちろんこのようにレザーのシートになっているっていうのもあるし、すごくいいですよね、こういうところがね。で、あと、狭ければこのように、リリースできる。まあ、これは、まあ、僕ももちろんついてますけどね。こうやって、簡単にシートを動かすこともできるということなので、とにかく、3列目も含めて、もう、広々と乗りたいと、3列目も普通に使いたいという方にとっては、まあ、ベルファイア、アルファードベルファイアですし、特にミニバンで4人しか乗らないとかっていうんだったら、ノアボクシーでもいいと思うんですけどね。やっぱそこですよね。やっぱり、1
7人乗り、6人乗り、もしくは7人乗りの車で、もう伸び伸びとこの空間というものをフルに活用したいという方にとっては、やっぱりこのアルファードを超える車っていうのは、やはりないんではないかなっていうところをですね、やはりこうやって実際に乗せていただいていて、すごくね、やっぱり感じるところですよね。こういったところに、やはり、アルファードのですね、価値というのがあるのかなと。で、価格的にもですね、これ、800万円しないぐらいですかね。まあ、金額帯にはなってるんですけれども、やっぱりノーオークシーに比べるとですね、300万ぐらい価格が上がってる車ではあるんですけれども、実際こうやってね、乗ってみたときにですね、全くね、違う。今これ3列目乗ってますけど、なんか3列目乗っててもですね、全くね、突き上げをね、感じないぐらい、すっげえ3列目のね、乗り心地がね、いいということに、今回ね、すげえ気づきましたね。これ3列目の乗り心地って、正直言いますとですね、ノアボクシーで言うと、2列目のキャプテンシートと、本当にね、遜色のないくらいの突き上げ感。まあ、そのくらい突き上げ感がないってことですよね。なので、これね、3列目乗ってもですね、普通に、東京大阪間とかでも普通に3列目でも苦にならない。で、こちらですね。で、これをこのようにすると、このようにですね、この部分がテーブルに使えたりもするし、で、ラゲッジはね、まあ、こんなぐらいなんですけど、ここまでシートが下げれるからこそこれだけ広い。で、アルファードはもうご存知の通りで、このラゲッジの下のところもですね、物が入れられたりもするので、なので、特にラゲッジが使えないからといって、物が詰めないということもないわけです。この下のところも、この辺のところまで、確か物が詰めたと思うんですけれども、なので、非常にね、考えられて、洗練されて、作られている車だということをお伝えできるかなと思います。で、これ、後ろもですね、スライド式になってて、今一番後ろまで下げている状態なんですね。で、まあ、こんな形でスライドもできちゃうと。だから荷室を広くしたいという場合は前に持っていけばいいし、人を乗せたいという場合は一番後ろに詰めてあげればいいと、ああいうことで、ものすごいマルチにね、作られてる車だなと。これは間違いなく本当にミニバンということで言ったらもうおすすめの1台になり得る車であるんじゃないかなということを今回お伝えできるかなと思います。はい、ってことでですね、今回はこちらのトヨタのベルファイアの40系のハイブリッドの Z プレミアのご紹介ということで、今回はね、いつもお世話になっております、私の営業の担当の方から、担当の方よりドライブいただきまして、鉱石のインプレッションということで、ノアボクシー90系との比較の観点でご紹介をいたしました。当チャンネルではですね、車系のガジェットをですね、多く取り扱っておりますので、ぜひ、新しい車、新車を購入した際に、やはりガジェットね、欲しくなる AI ボックスであるとか、あとはドライブレコーダーですね、スマートミラーのドライブレコーダー等も強く展開の方を行っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方もご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いできることをお楽しみにしております。失礼をいたします。